庭の構造を変えよう。そっか、この木は切れないのか、一回植えちゃうと。でもタフラーだけ今寝てるからな。ああ、ほら、やっぱり外出ちゃうんだ。バニーコム。よいしょ。じゃあ、バニーコムちゃん。ここ、バニーコムちゃんのさ、エリアにするよ。ここ。こっち入って。入れる？ギャダー？バニーコム？え？すんごい外出ちゃってる。え、どうしたの？どうしたの？ん？なんかやだやだ、やだやだってしてる。え、どうしたの？バニーコムちゃん。やだやだ言ってる。なんか気に入らないことあった？さっき喧嘩しちゃったから、反省してるのかな？ねえ、反省してるの？やだやだ言ってる。どうしたの？仲良くしてみんな。みんな仲良くしてくれ。よし、じゃあワールムたちを里子に出します。何匹か。お家を買おう。B で売るか。売る。あら、ずいぶんと汚れたものばかり。え、そんな汚れたものばかりって。本当にこれをお売りになりたくって？そんなものじゃないんだよ、ワールムは。あ、あ、すごい心配そうにしてる。昨日喧嘩してた。プロコ。ねえ、バニーコムちゃん。あ、入って入って、そこ。ガーデニングが上達してる。その調子だよ。本当ですか？なんか、特に変わってない気がするけど。バニーコムちゃん、こっち入ろう。やだ、やだ。やだ、やだ、どうしてやだ、嫌なの？なんで嫌なのか、調べたいけどなぁ。入った。あ、いつの間にかこの子来てるなぁ。マスドロップ？まあ、私のレベル、経験豊富なガーデナー8。バニンコムの、何？色違いとかいるの？ピニャータ。へぇー。あ、そうなんだ。色違いとかもいるんだ。ねえ、シャベルのレベルを上げないと、この、すっごい邪魔なこの木、駆除できないんだよね。なんか、別に実もならないし、枯れちゃったみたいで。あ、でも、売るって出てるな。売ってみよっか。リンゴの木。あら。ちょっと、売れるもの売って、お金を貯めよう。売るおつもりなら、買い取らせていただきますわ。ん？何？ミス・ペチュラ。私に会いたくてうろうろしてたわけ？だったら店に来て、ペットかアクセサリーでも買って。ペットかアクセサリー？私はつまんない日をちっとはマシにしてよ。何？ペットかアクセサリーって、ペットならここにいっぱいいますけど、ワールムとか。それとはまた別に？ペットショップ？もうこんだけなんか動物いるのに？あれ？どうした？この子何？バニーコム。え、これ、いつのバニーコム？どういうこと？どういうこと？ここに、プロコいるでしょ？で、喧嘩してたバニーコム3ってやつ。
バリーコム3のことこれ。え、どうしちゃったんだろう。ご機嫌斜めだったから。なんか具合悪くなっちゃって元にも色が戻っちゃったのかな。そんなことある。シードス、そういうこと。ちょっとじゃあ研修医に二人とも直してもらわなきゃ。マジか。ワールムのお家も引っ越ししたいんだよな。だってこれ売るといくらなんだろう。ワールムの家値段50円。もう50円か。うん、また新しいの来たね、これ。パズルガム。ガーデンに金峰毛が6本ある。わー、どうしよう、どんどん来ちゃう。どんどん来るよ。どこから手をつけていいのか全くわからないっす。だって池を一回埋めて、よし、じゃあちょっと庭を、もうちょっと改造しますね。今から。はい、お庭をね、大改造したんですけども、バニーコムちゃんたちを仲良しさせようと思って、まあ、いろいろやってたりもしたら、リーフォスがね、なんかフェンスに引っかかっちゃってて、なんか動けなくなってたんですよ。で、あ、大変、助けなきゃと思って、リーフォスをクリックしたら、バグって私まで動けなくなってしまって、って、だから何もできなくなっちゃったんですね。これは、だからリセットするしかないってなっちゃって、今、ホーム画面に戻って、で、また再起動して入ってるとこなんですけど、オートセーブがうまくいってれば、お庭もね、大改造した後のお庭になってると思うんですけど、これセーブが消えてたら、これまずいなっていう。だからちょっと今不安な気持ちでガーデンに入るんですけど、フェンス作ったはいいんだけど、こう、キャラクターがなんか、ね、出入りしたりするときに引っかかって、バグるっていう。おっかないですね。さあ、だから、ちょっとね、無事であってほしいです。私のミントポンガーデンのガーデンへ、ゴー。さあ、どうかな？あ、一応、あ、小屋とか無事だ。ほら、小屋とか無事ですね。バニコムちゃんの小屋作って、あ、仲良しダンス早速やってますね。かわいい。二人で踊ってるね。おお、仲良しアワード獲得。リフォ
スが動けなくなっちゃった。やだよ、もうちょっとリンホス。リンホスのそば行くとバグるからな。でも助けないといけないしな。どうしよう。このフェンスをだから壊さないとダメか、一回。何やってんの、リーフォス。こんにちは。お買い物ならだ、あんまり欲しいものが。ちょ、怖いな。リーフォスにちょっと触らないようにしなきゃ。こうやれば大丈夫？プロの私にはどう？動ける？あ、動けたあなたとは。もうやめてね、本当に。これまた買い直さないといけないから、いちいち。ワイヤーフェンスダメなのかな。またいろいろね、木のフェンスとかの方が引っかからないかな。ワイヤーだもんね。まあ何はともあれ、一応ね、お庭をこんな感じで、綺麗にしたんですよ。スパローミントちゃんのお家は。変わらずにここでしょ？で、ワールムのお家、こっちの方にして、ちょっと広めにしました。ワールムはね、結構いっぱい育ててるんでね。で、フェンスここは二重にして、やっていて、で、ここバニコムちゃんの家。あ、いいね、卵、眉か。バニコムちゃんの眉。よかったね、ニュープロコたち。広いお家でしょ？あ！またこいつ来てる。大変大変、駆除しないと。よしよしよし。池をね、一応作っては見たけど、もうちょっとちっちゃくてもいいかな。どうでしょうかね。池のうちどうしようかな。スパロミントちゃんの前にしようかな。ここら辺。ここら辺にしとこうかな。こんな感じで。ちょっとちっちゃめの方がいいか。よし、いいかな。お、ちっちゃい。あ、これ、これミニプロコ。おー、かわいい。この子だよね。これちっちゃいやつだよね。バニーコム5って書いてあるし。あれ？ 6？ こっちか。バニーコム6の方？こっち？もう一回ちょっと中見てみよっか。お部屋の中。おー、すごい。人参だらけだ。おお、足上げて何してんだろう。ほい、ほい、ほいって。ああ、いいね、いいね。かわいい小屋ですね。もっとね、人参買ってあげるといいのかな。そうだ、なんか、リワードってどうやって見るんだっけ。リホスが動けなくなっちゃった。ここから出してくれないって。あなたが勝手に入ってきたんでね。この子もね、なんかずっとここに、なんか、横たわってるんだよね。どうしたんだろう。なんかバグってるのがやっぱり、ちょっと。あ、そういえばそうだ。この子、ペーパーテッツって、っていう新しい住人が加わったんだよね。あんた新しく来たんだ。別に何にもないところなのに、うちではピニャータとかアクセサリーとか売ってんの。私は親がいない間だけ店番してるんだ。まあ適当に見てって。適当に見てって。ピニャータ。何これ。クラックルズって何これ。え、パパならこう言うよ。金がなきゃ諦めるんだな。え、何これ。あ、ピニャータを飼えるってこと。あ、ペットって言ってたもんね。
今のがペット？これアクセサリー。アクセサリーをつけたいピニャータを A ボタンで選んでよ。待って。おお。あ、じゃあね、います。アクセサリーつけたいの。ワーグナー。ワーグナーにつけさせたいな。あ、いたいたいた。この子はね、一番最初に来てくれた子だからね。まずアクセサリーをつける場所を A ボタンで選んで、次につけるアクセサリーを A ボタンで選ぶんだよ。簡単でしょ？おお。口、体、なんかどう違うんだろう。目、アクセサリー。頭がいいかな。何これ。あ、こんなにあんの？かわいい。デイジーの帽子とか、ポピーの髪飾りとか、いっぱいある。あ、かわいいな。あ、いいね。この赤いやつ。あ、これもかわいいな。迷っちゃう。どれがいい？あ、シルクハット似合うかも。結構。お花もかわいいけどね。うん、これ意外と似合うんじゃない？ワルム。これにしてあげよう。まあ悪くないとは思うけどさ。うん、いいでしょ。どう？ワグナー。かぶってる？あ、かぶってる一応。丸まっちゃってちょっと見えないけど今、ねんねしてるから。よかった。か、じゃあちょっとお花をもっと植えて、種はまたねなんて言わないでね。あ、もう待って、その前にお買い物はちょっと一回ピニャータ図鑑を見てから、確かお花をいっぱい植えると来てくれるピニャータがいたはず。どれだろう、どのピニャータだ。あ、そう、私ね、このね、ドーナツ来てほしいんだよね。この子はなんか草があると勝手に来るらしいけど。やっぱり草を育てないとやる、なんか。訪問の条件。ブラックベリーが10個ある。グースベリーが10個ある。ブラックベリーとグースベリーか。ブラックベリーちょっと売ってるか見てみますかね。おはようございます。それかやっぱシードスに話しかけて、もらうとかね。あ、これだ、ブラックベリーの種。それでよろしい。これが何？ 10個もいるとか言ってたよね。そんなね。とりあえずここに1個。あ、これ木か。ベリーっていうから草系なのかと思ったけど、じゃもうちょっと広いところに植えないとダメなんじゃない？あの端っこより。ねえ。ここにももう一個ぐらい植えとくか。高いな。ね、フェンス作ったからもう安心でしょう。マニコムちゃんたち。ねえ。これね、人参も食べていいよ、いっぱいこれ。君たちのためにね、買ったからね。よいしょ、じゃあデイジーとかあげるか。ん？お！あ、何か住人になった。これ何？蝶々。蝶々が喜んでいる。ガーデニングが上達してる。その調子だよ。ありがとう。未だかつてなくちょっと順調にいってますね。どれだろう、蝶々。見たいな。うん？新しいのまた来た。バートだって。三角で丸っぽい友よ。さてさて、この移動式住居と、そこに住む最強の改造マシン。つまり、このわしに注目じゃ。いつでも好きな時に会いに来るがよい。アイテムを新しいものに変換する技術について共に語り合おうではないか。アイテムを新しいものに変換する。新しいのがなんか来たね。あ、これか、ホワイトフラッタースコッチだって。え、なにこれ。情報、フルーツを食べる。
フルーツ？これなんだろう、ハテナハテナって書いてあるね。百科事典見てみよっか。初めて来たし。初めて順位になった、このとこ。ね。ホワイトフラッタースコッチ。ホワイトフラッタースコッチは、そよ風に舞う紙吹雪のように、ガーデンをひらひら飛んでいる。すごく綺麗なわけでも、役に立つわけでもないけど、このフラッタースコッチを狙っているピニャータがいる。狙われやすい子なのか。まあなんか白くてなんかちょっとね、真っ白で綺麗な感じの子だから。まあっていうことは、今フルーツを食べるって出てたから、フルーツをもっと植えないとダメ。あ、そうだ、バニーコムちゃんたちをちょっとね、繁殖させようともしてたんだよ。なんか今、リーフォーズが壊さなかった？やだ！フェンスって勝手に壊れんの？まずいよ、それは。やっぱり深夜営業した方が儲かるね。そっか。もしかして耐久性とかあるってこと？これ壊れやすいってなんか書いてあったもんね。じゃ木のフェンスにするか。またいい。うわぁ、そっか。もっと丈夫なフェンスがいるってことだから、これまたお金かかるぞ。マジでか。しょうがない。ね。どんどんウサちゃんを繁殖させよう。ニコライにも、つけてあげたいな。いらっしゃい。ニコライには何をつけようかな。どう？ニコライ。あ、似合うじゃない。ポピーの。ねえ。赤い髪飾り。よかった、よかった。あ、シドス来てる。シドス、フルーツちょうだい。種が好きなら、笑ってみて。もっと真面目にやりなよ。機嫌治った、シドス。お、なんだろう、これ。謎の種、オレンジか。オレンジ色だけど、形が丸いよね。これはオレンジの木でいいのかな。よし、じゃあちょっと広めのとこに、これも置いてあげよう。結構ね、お水をね、あげないと、忘れがちだからね。お、なに？サワーシャーバット。お、コウモリ。なんか豚みたいな顔してるね、コウモリってね。まあ、実際そうなのか。え？あ、いじめてる！他のピニャータを。シャーバットが来るなんてついてないね。え？このピニャータ。ついてない？やめてー。なんなの？ちょっと見よっか。サワーシャーバット。パタパタ飛んでいるだけに見えて、実は意地悪。夜に現れるサワーシャーバットにはまとわりつかれないように注意しよう。だってやだー、せっかくちょっと待って落ち着いてきたのに。やっとガーデンがまた新たな敵が出てきた。そんなー、マジかー。やっと少しね、落ち着いてきたかなーと思ったところで、そうやって敵が出てくる。おー、怖いねー。やだなー、怖いなー。プロコちゃん、そうだ、プロコちゃんにも、アクセサリー買ってあげて、で、それで今日は終わりにしよっかな。あ、かわいいハートのイヤリング、人魚のイヤリング。え、かわいい。どっちもかわいいな。人魚のイヤリング。いいかも。はい、これにしよう。どう？プロコちゃん。あ、ちょうど子供も生まれた。よかったね。よかったね。コウモリ来るかもしれないから気をつけてね。で、この子のためにもね、早くフルーツ食べさせてあげないと。あ、あ、なにこれ、
さっきのオレンジのやつってこれ？もうこんなできちゃったの？かぼちゃだったんだ。よし、じゃあ今日はここら辺で、終わりにしたいと思います。見てくださりありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またねー。